おはようございます。今日は3月4日朝の散歩を終えて、何やらでかい塊が、昨日友達からもらった里芋だそうです。見て、これぐらいの大きさです。これを1個ずつばらしていきます。で、里芋の煮転がしつくの？そう、ちょっと干しといてね。ということで、里芋の煮転がし料理をお伝えします。ばらしました。そして今から自家製里芋を掘りに行くらしいです。どこにあるの？ああ、ここに埋まっとんのか。これが里芋です。あ、こっちにも2つ？もう5つ作ったけど、三株掘っちゃって、でこれはやれんかな。ことこさん、スコップのいいよっちったけど、いいな、やれそうだな。うちのは小さいね。ちっちゃいな、あれに比べると。あれに比べると、あそこ田んぼで水が入るの、うちは水が入らないので、あそこからかけるだろう。なかなか湿気の多いところがいいの。うん、浩二君とこも田んぼの中で作ってるじゃん。うん、そうだな、そういえば低いところにみんな作ってるんだ。そうだな、水の、いや、ちっちゃいな、一個一個が。え、一個一個がちっちゃいけど、なんかいいのがで皮が薄いってのこれ何、うん、同じ種だけどね、ことこさん。場所によってだいぶ里芋を持ってきます。こっちが、いただいた芋、そしてこっちが自家製里芋。同じ種芋から作ったんですが、肥料とか土によってこんだけ親芋の大きさも違うし、この皮の感じもだいぶ違います。おはようございます。3月5日日曜日です。朝から里芋煮るの？あら、もこが煮るの今日、うん、トレーラーハウスの下は収納庫になってます。里芋、みかん、玉ねぎもありますね。はい、それでは、今週すごく暖かくなるということなので、つぼみもさらに膨らんでくると思います。お、入れてきた？うん、入れてきた。はい、すでに圧力鍋の中には干し椎茸と、何が入ってるの？厚揚げ、うん、と人参を投入しました。メインはこの里芋です。すべて野菜は冷凍してあります。今日は、健康の近くの健康の森っていう公園へお弁当を持ってピクニックだそうです。洗わずにそのまま切っちゃう？土をここに入れるとなんか詰まるというかもんでさ。いや、詰まりそう。みんなからここへみんな入れて外に持ってくる。そうだ。滑るしな。なかなか切れんだ。これが。なんでそんな硬いの？知らん。パンパンパンってやればいい。これが壊れへん。いや、これが壊れへんか。え？この台が。壊れるわけないだ。うん、
なんでこんなか、もともとこんな硬いの？うん、硬いじゃん。硬いから硬いじゃん。ほんですぐに入れたの？これ何人前なの？そんな、めちゃくちゃ多いじゃん。もう私なんかご飯食べずに食べるんだもん。これご飯と同じ栄養だもん。だな。知らん。でんぷんだ。でんぷん、でんぷんじゃん。はい、中火。中火で煮ていきます。調味料は、はい、ザラメ。私ザラメばっかだね、そういう。あ、おいしい。はい、ザラメを噛んで入れます。なんで？続いて本だし入れていきます。うんうん、どっかそして醤油は後のね、いつも後でも私水入っとるよね。水なんか入ってない。入ってちょこっと入れなかんだ。水を少々入れます。そして圧力をかけて時間は沸騰してから7分ぐらい沸騰してから7分ぐらいだそうです。それでは圧力かかっていい匂いがしてきたので一回これで冷やします。そして少し経ったら蓋を上げます。圧力が下がったのでどう？柔らかさ、おお、ちょうどいい。もうすでに醤油も入って味付け完了です。うん、うん、これで欲しいらしいよ。うん、食べたいらしいよ。うん、じゃあもうちょっと水を減らして、ほんで入り煮みたいな。あんだけ水は少なくてさ、うん、ほんでこんなに出るだね。だって氷が、あ、そういうことか。こびつけちゃまたお前に笑われると思ってさ俺が笑うわけじゃない。誰が笑うだ。見てる人が笑う。醤油足して、醤油、うん、さらにちょっと煮込んでいきます。今度はいい匂い。落とし蓋、うん、アルミホイルで使った落とし蓋。これ何回使ったの使い回し、うん、何遍でも使って。これでだいたい出来上がりましたのでもらっていきます。もらってくるの？もらってくる。ほんじゃ、こっちに下がる。里芋みんな好きだね。里芋と、あの、なんだっけ？イカ。里芋と、あの何芋だったっけ？とろろ芋。うん。あれは大好きだ。嘘、とろろ芋、うん、あれは、何？気持ち、かゆくならんの？そっち。ならん。キウイが辛く、かゆくなって、うん、キウイとパイナップルは、かゆくなって唇がイカリア長介になっちゃう。ゆめこは、人参はいらんって言ったの？なんか、シータ。ゆめこはおらんでいいよ。どこ行ったの？あ、休みだよね。野球見に行ったの。あ、今日そのまま帰ってくるの。今日か。じゃあ、はい。はい。ということで、里芋の煮物が完成です。そしてお裾分け、強引にお裾分けをもらっていきます。いつもですが、いつもですが、この畑でできた里芋、人参入ってます。